僕は流氷。僕たちは毎年邪魔者扱いされるんだ。私は雪。いつもだったらもっと積もってるんだけど。2020年、網走の流氷と富山の雪を大量に運んで、暑い夏の東京の温度を下げようという壮大な挑戦が始まった。痛い！煮るなり焼くなりしてくれよ！って、それは困るけど。東京五輪、冷やしてやるわよ。ねえねえ、その後どうなった？僕はずっと待機してるんだけど。100トンの流氷と1000トンの雪の新たな冒険が始まる。 SDGs ってやっぱ行動することじゃないかなと。私たちのできることなら何でもやるわよ。この夏、大自然の映像と環境をテーマにホワイトギフトを届けます。ついに出発だ。東京流氷。